おはようございます。久しぶりの米田でーす。皆さんおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。久しぶりの米田モーニングでございます。選べるこんな感じですね。毎朝開店から11時まで。モーニングですね、これ。うん、A、B、C あります。うん、追加でこれが取れる。コーヒーを頼むとこれがついてくるってね。うん、そうだね。ヒュータ君は初めてです。ヒュータ初めてね。何ですよ、ゆで卵とか、スクランブルエッグから手作り卵ペーストこれにしよう。あー、美味しい、同じ。で、それとあと食べ物、食べ物だね。あとなんか足りないと思うから。絶対足りないよ。出ました、美味しいゾーン。美味しいゾーン、これやっぱ食べよっか。そうだね、味噌カツパン行こうか、うん、ね、味噌カツパン一つとミックスサンドにするよ、うん、そうだね、それでいいよ ね。ミックスサンドにしようか、うん、よし、じゃあこれで行こうか。はい、じゃあピンポンします。すごいよ、白ノワール黒でプリンの上になんか乗っちゃってる。うわ、すごい、すごいよね。すごいよ、すごいね。うわー、うまそうだね、これ。いいね、すごいわ。いいね、なんかちょっとメニュー変わってるね。変わってるよね、うん、久しぶりに来たら。ゆうたは初めてだから楽しめないんじゃない。めちゃくちゃ美味しいよ、ここ。美味しいよ、ほんとに。味噌カツとかね、いろんなもの食べて美味しいね。え、ママさん、今日チャムスですね。そう、チャムス、福袋。あ、福袋のやつ。セットのやつでね。これも、これも、下も。そうそうそう、これもそうだし、福袋。そう、へぇ、おー、いいね、福袋。いいじゃない。時計何？合わせてない。あ、時間を？いい時計してるじゃないの。今日パパも今日は成功だよ。じゃあ成功の台は。ママさんにプレゼントしてもらったやつ。本当。台は好きだから。ゆうたくんは？成功のメカニカル。ガラスも綺麗だよね。綺麗。何したの？なんかさ、よくさ、時計でダイバーだとさ、何メーターまで潜れますよみたいなあるじゃん。だけどさ、とてつもない桁のやつってあるじゃん。あ、パパも3900メートル。人間が死んじゃうよね。人間が死んじゃう、潜れないよ。よく見えるって意味で老眼鏡をかけながら時計を見る。自動巻きね。そのうちさ、掛け時計持って歩きたくなっちゃう。掛け時計、しょって歩くのか。ゆっくりね。携帯でいいじゃん。見えない。だってこれ見分かる。何だ、日にちの、うん、分かるよ、25日。今それかけてるからよ。本当にね。はい、モーニング来ましたということで、飲み物を頼むとトーストがついてきます。ゆかりんは卵で、皆さんあとはあんこのトーストでございますね。こんな感じです。パパさんはたっぷりアイスコーヒー。アイスコーヒーじゃない、ブレンド。あ、間違えた。ブレンド。はい、ママさん紅茶、ゆうちゃんもコーヒー。それではいただきます。いただきます。はい、これが味噌カツパンですね。味噌パツ感なんて、味噌パツ感。そしてこっちはなんかミックスサンド、ミックストーストって言ってたかな。ミックストースト、うん、ミックストーストって言ってました、ね、うん、あ、ハムと卵が入って、うん、ね、なるほど、うん、はい、そして焼いてもらったやつですね。そう、トーストね。はい、甘いの朝から食べれるのって最高だよねって言いながら、パパさん、パパさん、とあそこを拭いた。ちょっと待って、なんかすごいよ、白いのついちゃって。めっちゃ食いづらい。なんかホットサンド並み。
BLT サンドのホットサンド並み。出る出る。キャンプとかでそれに近いのもある。ね、本当だよね。うん。優しい味。本当。優しい味。うん。本当。卵サラダ。うん。うん。美味しい。うん。美味しいよ。満面の笑みで。うん。美味しいだろ、言った。うまいよ。うん。めっちゃうまいわ。ちょ、あ、ちょ、うまいよな。いくね。美味しいね。美味しい。本当に美味しいんだね。よかった、よかった。ベリーキンピラ。ベリーキンピラ。ベリーマチュアとベリーキンピラ。合わさっちゃった。すごい、すごい、すごい。卵食べてみて。卵。うん、え、卵合う。めっちゃ崩れそう。なんか吸いながら食べる？めっちゃ崩れそう。パパよりもうまいね。パパ食わへんとか。ママ食べない。あごに穴開いてっから、ここの二人は。この二人はあごに穴開いてっから。想像以上の美味しくてびっくりしました。キンキラキン。